チャキーンということで、ワールド4、フルコンプ、ね、あと5と6。さあ、下の6個が何なのか、これが気になる。現在は、マリオ、ルイージ、デイジー、ピーチの順でいったんで、次はキノコですね。黄色と青とキノピコ、どれがいい？俺はキノピコメインで使ったことないんで、キノピコにしよっか。個人的にね、黄色キノピオの、ファイヤーフラワー状態の辛口カレーキノピオがちょっと好きなんだけど。はい、ということで、ワールド4をクリアして戻ってきたところです。ね、クッパ城。クッパ城？白クッパ？まあ、あと2つだね。ということで、今回はいきなりの、フラワー諸島の飛行戦艦。行くぞー！突然現れましたね。いや、割と前だよ、出たのは。お。アワス。下はさすがにないよね。あれ？これはジュゲムのパンツじゃなかったか。もう、怖い。お、次のパンツ。あ、下から行くぞ、気をつけろ。割と怖い。今の1個目だったよね。うん、次のパンツも取り替えようか。どんどんちょっと動き早くなっていけない。ここの土管入れない。ほら、だって色ちゃうもん。嘘だ、どんどんどん。そういうことか。よし、エクセレント。そして中間、やっぱね、優しいんだよ。お、今ね、フロートしちゃいました。ガスが足りない。下、上、下、違う、真ん中だ。今どこ行こうとした。あ、これがいつもじゃない。お願いします。これ壊せるのかな。基本は火と同じ方向で回りましょう。したら安全に。パンツは毎日新しいものに使いましょう。おう。はい、ということで、ボス戦はやっぱぬるめだよね。RTA 知ってるんでもなければ、この炎の流れに逆らう必要はないと思うんで。ここなら、ボス前かな。なんかある。なんの意味もないよね。
これかベルトコンベア。おお、さあなんか難しくなってるかな。ぬるすぎなんだけど誰だよ最強とか言ったやつ。なんかもう飛び降りてる。これでいけると思ったんですかね、クッパさんは。はい、ということでぬるぬるでした。墜落。楽勝なんだけど。ということでお次はワールド5に行くために12個余裕で溜まってるけど、まあこことここクリアしてからですね。食欲旺盛ガジガジの、これも初めてか。ガシガシ、うん、おお、やめて。あ、クリボーが食われた。まああいつの正体栗だし、あれ栗だったっけ。いやキノコですね。踏めるのかな。踏める。ってことはイメージ的にガボンみたいな感じか。あのさっきのさ、金色の花が銃出すんだろうなって思ったら出しました。わ、気をつけてね。上から行くぞ。あと5体倒すんだ。どういうこと。ひどい。てかこれ来るんだよね、つまりこの後こいつに追われながら強制スクロールを突破するみたいな、そんなのが待ってるってことだよね。この先マッチョルンや。昔のマリオ3のね。おお、コインまで食べちゃう。おい、これ無限キャップできんじゃないここ。ちょっと待って、お前それはないわな。10コイン食べたら怒るで。お父さん10コイン食べたら怒るから。1回目の中間で3つ溜まってるとあれって思っちゃう。あわあわ。あぶねあぶねさあ何が。もう来たー、宝も来てる。あ、後ろが止まった。あよあよ、タイミング悪いった。あギギリギリー。そう、ちょっと待った。よし、あ、もう一回あった。ちょ焦らせるんじゃない。今作は頂上もあるんだよ。やっほー、ね、ガシガシさんに追われる校内のステージが絶対どっかにある気がする。うおお、いいスクリーンショットだ。オハ。あ、何も出なかった。何でも食べるぞ。アングリの並木。アングリ並木。アングリ並木を叩いてみれば文明開化の音がする。うん。お前ポケモンにいなかったか。
あ、お前ポケモンにいたろ。スマブラにも出てたろ。ち知ってる。食われる。やめてもらいたいですけどね。さあこいつはどうだ。おお、あわあわ、効かない。踏める。2回踏んだら倒せる。時々こういう普通の土管に入るのをね、入ろうとするのを忘れてしまう。最近のマリオは優しいからね、こうやって積まないようになってるんだよね。ひどい。おお、上に届かん。え、どうすりゃいい。進まねえ。これはちょっと普通なら口開けたタイミングで行く。いや、ある。普通に口開けたタイミングでは刺さない。もしくは泡で二段ジャンプ。進め進め。ひょっこりひょうたんじーま。今ね、スライディングしたらどうなるんだろうっていうちょっと疑問はあった。あの口の中に自ら飛び込んでいくのか、勝てるのかね、ちょっと気になるところだね。中間戻ろう。こんなところで何してるの。あ、シール。ん、クリ、もしかして食らわない。どうだと食らわない。おお、ジャンプ、ジャンプ力ですかね。そういうことね。か弱いクリボーにされてしまった仲間よ。逆襲の時、ひょっ。2個目。まあクリボですからね。クリスタルボーイの役です。おっと、え、ほい。落ちてはいけない。高さが足りない。これをわざと自分の姿を晒して早めに帰ってきてもらった方がいいのかな。いけ、間に合う。クソザコクリボーが。新種発見。新種発見、たまごっち。はぁ、あ、やったぜ。魔法で悪い機能に変えられたキノコ王国の住人っていう設定じゃなかったっけ。お、ある。うん、そういうことね。これちょっと使いたくない。置けるんだよね。後ろから狙ってみる。くらい。くらい。うん。OK ですね。あとは、頂上をキープするだけ。で、泡があれば、確定で一番上取れるから、ね。さっきのあいつ、私です。こうやって撃てば、もう。超楽勝だもんね。おう、ディディー。ディディーコングは出ません。
ね、ドンキーコングとディディコングはマリオファミリーだったみたいなんでね。ドンキーファミリーではなく。いや、だって。さあ、それでは。ここに、なんか出そうだったんだけど、出なかったな。うん、まあ、しゃあなしやな。まあ、ちょっと、漏れがないかをチェック。ないね。さあ、それでは突入しましょう。ワールド号は何だっけ、遺跡、金金採掘所、行くぞ。キンキンに冷えて上がる。え、今回もパレスなしパティーンかな。金金採掘場に着きました ね。グランドシードがあるはずなんですが、金金っていうのは寒い方の金金じゃなくて、金金カンカン掘るみたいな方の金金っぽい ね。ポプリンを探してお話を聞いてみましょう。魂ん？ネット、はあ、あ、これね、うん、まあオンラインにはしませんが、迷いの森っぽい、ね、ワールドですね。あれ、誰もいないですね、書き置きが。ようこそ、採掘する音がキンキン鳴り響くキンキン採掘所へ。まあそういうことだね。大変なことが起こって採掘どころじゃなくなってしまったんだよ。なんとかしないといけないので、私はここを離れるのじゃ。ワンダーシードをあげるから橋のところまで来てね。なんだか大変そうですね。僕はお留守番、ちょっと寂しい。出た、腐ってる。緑色、カビカビだね。カビシード、青色のシード、ブルーシードはないのかな。探索探索ということでね、ファンタグレープに行って、箸地下、すぐそこやないか。橋が壊れちゃったね。助けに来てくれたんですね。グランドシードを探して採掘場の奥まで行っちゃったみたいですよと。なんと私のためにここまでね。一緒に行きましょう。フラワーコインがあれば直してあげる。安い10。いいものあるんだった。ダウジングバッジ。おお、探し物に便利なダウジングバッジですねと。ワンダーフラワーなどが近くにあると教えてくれるんですよ。つけてみようか。おそらくもらった次のマップはだいたいこれ特攻のコースになってるんで。どっちだ、これ特攻のコースは。こっちはアクションステージっぽいからこっちかな。引く引く、オッポーの毒沼。オッポー。小島よしお。うん、教えてくれなかったじゃないか今。伸びたりしない。なあ、見たくん。届くかこれ。あ、違うんや。正直取る必要はないんやけど、まあ、マッサス。ハロー。今なんか掴んだった。何？近くになんかあるってことか。何に反応してるの？これか。ああ、これに反応した。これドリルの方がいいか。わざわざ使ったけど、ドリルで上からあれ倒しながら出てくるのが正解だったっぽいね。一応このマップはドリルメインみたいなんで。お、ここキノコの中も潜める。届くかな。
届かんねん。っていうかあれか、もしかあってから持てんのか。あっ、持てちゃうよ、モテモテだよ。なるほど。ね、ジャンプボタンとか特に不要のよう。落ちたら死ぬのか、下に戻っ、死ぬっぽいな。なんていうか、ファンタグレープですらない地面が怖いんだけど、これなんだろうね。なんかエナドリっぽいよね。モンエナ？モンエナこんな色だっけ？モンエナとかさ、コップにわざわざ入れ替えて飲むことないからさ。かわいい。待ち構えられちゃった。いや。なんかあるね。反応強くなってる。ああ、そういうタイプのもあるんだ。敵をすべて倒すとアイテムが出てくる系。クイズ。あ、懐かしい。パネル？ちょっと待って。パネルって何？そもそも。あれか、これね、覚えてないけど60は言ってた、うん、いやこんなん覚えてへんで。いやそんなん言われても吹き矢が出すものは吹き矢。ポプリン、師匠の試練に挑んだのはどこ？師匠は黄金だ。全問正解じゃなくていいのか。何でも屋で使うコインの名前はフラワーコイン。よし。よっぴー。さあ、何枚？これ何枚？ああ、戦場に行こうか。割とどうでもいい。この先、慎重にね。2回分あるんで余裕っすよ。まあ、多分ここだよね。食らいたいね。うわあ、これきついな。軌道わかんない、怖いな。怖っ。よし。ナイスー。うん。ちゃうね、こうやな。マジかよ。あー、くそ。ね、どこやったか分かんなくなるからクリアしとかないとね。思った以上に飛ばんねえんだけど。RTA 始まるよ。
行くぞー。ハロー。横からの攻撃には弱い。かまわんかまわん。こいつちょっと RTA するときの敵になりそうやな。加速。期間はそんな攻撃いい。あ、この先慎重にね。ここなんかあったんだよ。おっと危ない。え、駆け抜けるとすぐだね、ほんとこのゲーム。さあ、このさらに上があった。ね、あーもう罠だよ、罠。ねえ、あの引っ張るやつ使うかと思わせきや、ドリルがあればもっと余裕だったっていう。で、オッポーって名前かな、多分。さあ、せっかくなんで、はい。正解は61種類でした。何が69種類だ。そんなに持ってねえよ。ちょっと一息。ランランパックンの音楽室。ランラーン。ラン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 。さあ、お、今回の曲は？マリオ3の時の対戦音楽。タタタタタタタだろ。オーハー。